村井人氏村井人氏村井人、1937年3月28日は、日本の通産官僚、政治家。衆議院、議員、六期、国家公安委員会委員長、防災担当大臣、長野県知事などを歴任した。長野県基礎郡基礎福島町、現、基礎町出身。羽田勤の側近として、自由民主党、新政党、 新進党と行動を共にしたが、講演会の要請により自民党へ復帰した。郵政民営化の旗振り役で、党郵政民営化推進委員会の役員をしていたが、政府案では民業圧迫になりかねないとの理由で、2005年7月5日の郵政国会で衆議院本会議で反対票を投じた。九月十一日の第十四回衆議院議員総選挙には、 自民党の公認を得られないため、立候補を断念。引退後は、自民党長野県連顧問に就任。2006年8月6日党開票の長野県知事選挙に、自由民主党、公明党の両長野県本部の推薦で立候補し、現職の田中康夫を破って当選した。同年9月1日より長野県知事に就任。 長野県知事選挙告示前日の7月19日に自由民主党を離党し無所属の形をとった。短打中の組織、団体では県知事選挙の告示直前まで候補者選びで瞑想を続けていた。特に田中を排除したい自民党にとっては選挙に勝利することが最重要課題であったため、一時は民主党との共闘を視野に入れるなど手段を選ばない。 候補者選定となったが、長野県内のみならず、全国的に知名度の高い田中を前にして、次々と打診した異中の人物に断られる中、2005年の優勢造反で国政から引退せざるを得なくなった村井に白羽の矢が立ち県知事選挙に立候補。結果、短打中の得票を集め、長野県知事選挙では、史上初めて現職を破って初当選した。 長野県知事に当選後は、田中県政の象徴的存在である、県庁舎一階、ガラス張り知事室には入らず、県の中枢組織、経営戦略局廃止などを次々打ち出す一方、個々の河川の整備状況を見ながら考えると早急なダム建設会帰には、慎重な姿勢を表明した。しかし、脱ダム宣言の事実上の撤回を行う。 そして長野オリンピック招致での会計帳簿が焼却処分され紛失していた件で田中県政時代に設置していた調査委員会について村井は今になり特定の個人や団体の罪をあえて暴こうとする策は建設的なことではないとして調査を打ち切った村井自身は田中の県政運営を強く批判しており知事就任後の県議会では 県政の後戻りってのが何を意味するのか、逆に私よくわからないと発言し、2007年、県庁の仕事始め式では、挨拶の中で、透明度のある決定過程があったと思う方もいるが、決定過程も実は、独裁に過ぎなかったと新年早々に、田中を非するなどしている。公日の政治資金問題などもあり、再選は目指さず、 人気満了により2010年8月31日に退任した。かねてから田中元知事を来賛してきた評論家の勝谷正彦は利権団合共産主義土建屋の手先だと自身のブログで村井を辛辣に非難し村井当選の翌日に出演した日本テレビスッキリにおてこの話題が取り上げられた際にあの程度の県民にはあの程度の知事でいいんですよ。 と田中を落選させた有権者を批判し、ようやくは口に苦しだから、引き目が現れるまで、田中知事のやることを我慢して受け入れるべきだと田中を擁護するコメントをしている。そして田中支持者を辞任する田原総一郎からも2006年11月12日放送のテレビ朝日、んでプロジェクトに、田中がゲスト出演した際に、村井について時代錯誤の行政を行っている。 借金体質を復活させようとしていると通列に避難し、どうして県民はこんな人を選んじゃったのという権者に対して不満を漏らしていた。西松建設事件の捜査の過程で、純、大手ゼネコン、西松建設から政治資金パーティー券の代金を受け取っていたことが分かっている。政治資金規制法上、適切に処理している。返還すべきとは認識していないとして、 代金返還を否定している。また、この事件をめぐっての東京地検特捜部による事情聴取が行われた直後に、側近であった元秘書魂健一が不可解な自殺を、遂げている。弟は、和光大学教授の村井治。1937年3月28日、出生。1955年3月、長野県松本深志高等学校卒業。 1959年3月、東京大学経済学部卒業。1959年4月、通商産業省入省。1986年1月6日、工業技術院総務部長を最後に、通商産業省を辞職。1986年7月6日、第38回衆議院議員総選挙、旧長野4区、自由民主党公認当選。 1991年11月6日、大倉政務次官、宮沢内閣就任。1992年12月26日、大倉政務次官退任。1999年10月5日、金融再生総括政務次官、小渕第二次改造内閣就任。2000年4月5日、金融再生総括政務次官、第一次、森内閣再任。 2000年7月4日、金融再生総括政務次官退任。2000年12月6日、金融再生総括政務次官、第2次、森改造内閣就任。2001年1月6日、内閣府副大臣、金融庁担当、第2次、森改造内閣就任。2001年4月26日、国家公安委員会委員長、防災担当大臣、 第一次、小泉内閣就任。2002年6月11日、国務大臣の職務に、食品安全委員会、過小担当が加えられる。2002年9月30日、国務大臣退任。2003年11月9日、第43回衆議院議員総選挙、衆議院比例北陸新越ブロック、自民党、公認6期目当選。 2006年8月6日、長野県知事選挙、無所属、自民党及び公明党の県組織推薦当選、現職候補を破っての初当選は公選制に移行した1947年以来同県では初である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。